メトロイドドレッド続きやっていきましょう。ちょっと HP が少ない状態なんですけど、そして1週間ぶりですね、収録が。はい、ということでやっていくんですが、前回ですね、あのボス戦を、壮絶なボス戦を、終えまして、透明が使えるんだよね。透明化がどうやって使うんだ、操作方法忘れたな。あ、こうだ。右スティック押し込みで透明になれるという技が使えるようになったんで、それで、これを使って、あ、感知のやつをあれだ。だから、感知ゲートっていうのがあるはずなんだよ。そう、こういうね、感知ゲートがどっかにまだあると思うんだけど、特に見当たらないね。まあ、ただ行ける場所は確実に増えてるはずなので、まあ一番行きたいのはこっちなんだけど、ただそこに行くためにね、ここも行かないといけないのかな。次どこ行ったらいいかっていうのが明確に分かってないので、やりづらさはあるんですが、まあ行きましょうか。で、まず回復したいから、回復、OK。回復もらって、で、こいつ倒そうか。で、回復、OK。で、この感知ゲートを透明化することで、こう進めるようになるんだけど、ただここを進んだところで、あ、で、この壁伝いになんか動けるようにもなってんだよね。ここの感知ゲート使ってもそんなに意味ないか。まあ、とりあえず行ってみようか。左側。はい。あ、で、ここ結局行けねえんだ。ってことは、特に殴っても意味がなさそうだね。あ、ここも感知ゲートか。ここの右側いけるね。右側入ります。で、あ、ここ破壊します。上に行きます。あー、なるほど。こういうアクションもあるんだ。で、これは、しっかりカウンター使って倒す。OK。そして、ここはでも来たはずだぞ。これ使用済みってなってるもんね。あ、じゃあこっちじゃないか。うん、しっかり倒す。で、まあこれ上別についたとしても。ああ、いやでもここって高温ゾーンだもんね。いや、こっち。私もういけるのかな、なんか違う気もするけど。ひとまず左の方入ってみようか。あー、これ絶対ダメだ。絶対ダメ、絶対ダメ、絶対ダメ。これは無理だな。ここはまだいけねえわ。ってなると、やっぱ左側か。あ、ここ何？これはチャージで倒すのかな？なんだ？ここでしっかり HP も回復して、弾。じゃあこれミサイルか？いや、違うな。え、どういうことだろう？ここはまだ通れないのかな？あ、ここじゃない？この感知ゲートだ。で、この右側。ここ、ここ、ここ。ここを、感知ゲート回避する。進む。OK。これは新たな場所だね。そして、張り付いていける。
このまま右の上の方に行くのはいいんだけど、これ大丈夫か。 OK、 しっかりカウンター。いやーちょっとあれや、タイミングがミスった。 OK、 しっかりカウンター決める。いいよ。あれこれは、あーこれ乗ってけばいいのか、そういうことやな。ここにずっと乗る、ずーっと乗っていけば着くね。オッケー。右側、あついにこれ、あついに新しいエリアか。これタイミングいけるか。あ、行った。オッケー、やっと移動できる、新たな場所に。おおおうおうおう、右側だね。新たなエリア、カタリスに、はい、向かいます。来た来た来た、ようやくなんか第一章が終わった感じがするけど。さあイベントムービー、やっぱあの左側はまだ行けないんだね。そうするとだこの右側でまたなんか新たなアビリティというかゲットすると左側に行けるようになるんじゃないかな。はい、ってことで来ました、カタリス。はい、行きましょうか。でこっからまあアルタリアに戻れますよっていう感じだね。もうなんかいきなり変なダメージ食らったけど、危ねえ。なんだあれは。これはまたなんか、チャージビームゲート。だったらチャージビームでいける。あー、ただここは高音ゾーンだから、まだいけない。こいつは？おい、なんだ。ちょっとこれ無視していこうか。んっと？これなんだろう。決死の覚悟で行ってみる。いや無理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 このカタリス全然いけないじゃん。これダメだな。これはね、アルタリア戻るしかなさそうだけど、右側は多分高音ゾーンだからちょっとまだいけないわ。あれなんだろう。一応この右側も行ってないんだけど、ただこっちもそうだよね。絶対暑いところだよね。じゃあカタリス行くしかないと思うんだけどな。もう一回見てみよう。はい、どうやらですね、あのカタリスの方で左側、ここのここの壁が破壊できるみたいな。うわこれは気づかん。いやこれは気づかねえわ。で倒していって、でまあこれは降りてけばいいかな。はい、で倒す、右側で、これはやべ結構食らっちゃった。降りて降りて、左側かな。あったあったあった、ここ。さあとりあえず進めた。はい、通信するかな。アダム、この星では惑星内部のマグマを各地に供給および循環させることでエネルギーを生み出し動力をしとしている。マグマの供給を管理する中央システムがこのカタリスに存在する。ほう、君のスーツではこのエリア内の高温環境やマグマからのダメージは防げない。それらの場所には決して足を踏み入れることなく探索。
最上部には別エリアとつながるシャトルがある。ほうほうほう。先ほど手に入れたファントムクローク、ファントムクロークを発動中は EMA 前に感知されたり視認されることはない。ここまで逃げるしかなかった君だが、 EMA 前を回避しながら進むべき方向を目指すことができる。ほうほうほう。ファントムクローク発動中、君の運動能力は著しく低下する。発動中であっても触れれば捕獲されることに変わりはない。ポイントや体勢に注意せよ。視認されたターゲットを認識されてしまえばファントムクロークは役に立たない。なるほど。追跡モードが解除されるまで逃げて、逃げてから透明になれと。エリオンの限界を超えれば自らライフエネルギーを消費していく。モロハの剣だが、そのまま使い続けて体力を使い切ってしまうことはない。機能を熟知した上で正しく活用すれば生存の可能性は飛躍的に向上する。透明化をうまく使ってくれというアドバイスをもらったのはいいんだけど、こっから左か、行きましょうか。なるほど。ってことで、この上はまだ行けませんと。そして、あ、これはなんだ。まず敵を倒して、あ、こっちはあれだな、下側からだね。となるとここを進むしかないんだけど、これなんだ？ここ怪しいよね。ん？ちょっと待って、これ下にさ、ミサイル。あー、意味ないな。ってことはここか。そしてこちら側。あ、俺はなんだ？サーマルエネルギー供給先変更。あー、その下に行けるようになりましたということで、この上か？ん？これは？あ、下が行ける。さあ、こういう隠し場所、隠し通路もあるよっていうのを念頭に置いておかないと、見えてるだけのものではいけない場所があるから、その辺も気をつけていかないとね。ってことで、ただこれって、あ、そうか、こっちから戻ればいいのか。なるほど。で、一旦回復をもらう、倒す、でここの下が行けるようになる、開く、これちょっと待って、これ何、特に何もないか。上に行ける、倒すよ。あー、こいつの倒し方がわからん。3本火の柱を OK 作るから、いやー、ちょっとうまく避けんとな、こいつらは。いや、いかん。倒してから上に進む。ようできてんな。で、ここ上でしょ。なんか絶対来る。こいつ倒す、いいよ。で、右のエリアは多分高温だから無理でしょ。痛いな。で、これ下も行ける。どっちだろうな。一旦こっち行ってみようか。あー、危ない。熱い熱い。じゃあ下のエリアでしょ。そうすると回復する。これ一回全回復しようか。回復、なんか回復がもらえるときともらえないときあるよね。 OK。
さあ、あ、高温エリアを回避していきます。で、これは下。うん、うわ、なんだなんだなんだなんじゃなんじゃ。上はいけないか。上いけるな。オッケー、しっかり避けて。あー、うわ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 、右側を。あー、これ熱い。いかん。あ、 EMMI ゾーン来たね。よし、まあまあ HP もあるしいけんじゃないか。さあ、3体目の EMMI だよね。黄色、黄緑色。さあ、逃げるところからか。あ、なるほど、透明化を使って。あー、でしかも狭いとこも来るのか。なかなか厄介だな。ファントムクロークってやつを使っていかないといけないよね。これね。いや、これさ、やばい、バレた。うわー、これは。よし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 、うまく避けて。ここなら大丈夫？ダメか。おお、やるやん。逃げ切った感があるけど。ただ、あ、これ下はいけないから、ここでいいのか？供給先変えないとこっち行けないね。エネルギーやったとして、上行けるね。最上部を目指せって言ってたから、ひとまず上を目指そうか。あ、なんか来たね。ここでしっかり回復もして。あ、違うか、エネルギーの供給先変更。あ、いいねいいねいいね。一回ここでセーブしよう。よし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 、ここでセーブする。そしてエネルギーの供給先変更してるから、このサーマルトラップドア。ああ、こっちも EMMI ゾーンゲートか。ひとまずそっちに行ってみようか。このエリアのここが解放されてるから、この右側が行ける。ただこっちは暑いから無理。この右側いかん。こいつの攻撃がわからないんだよな、まだ。これはん？これ上から撃てばいいんじゃないか。こいつ倒せるのかな。でもこっちなんか行けないけど。右側か。ああ、まだここ来てないね。で、右側破壊する。そうすると下が行ける。ここは感知ゲートだから、透明になれば進める。あ、これはなんだ？あー、動
き出したわ。動き出したね。そうすると危ない。なかなかあいつ HP あるんだよな。あ、でこっちは熱いから無理ってなると、このゾーンに行けるようになりますけど、ちょっとちょっとマジこいつの倒し方がわからん。 OK、 しっかり捕まる。いやー待って、危ねえ。左側行ける。チャージゲート使って、あー、これ別にそうか。こっちだとさらに進める。お、これまた供給先変更、エネルギー供給先の変更。どうなった、まだあっちがあるか。感知ゲート回避して、でこっちがいけるよね。いってー、あぶねー。倒す、しっかり。うん、今さ、これこれこれ、あーでもさ、これ結局、あ、いける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 、オッケー。あれ、いや、いけたとしてもいけねえわ。ダメだ、ここはまだいけねえわ。となると、この下側は、ま、戻るだけだとは思うけど、あ、ここでしっかり回復もする。で戻ってくるんだね。なるほど。あー、でそうか、サーマルトラップドア、あっちが開放中になってるから、そっちも行こうかと思ったけど、あ、こっちか。これいける?あ、いけねえか。これいけねえな、まだ。となると、この下のビームゲート。ここはまだ来てないよね。いや。ああ、わかるんだ、こっち。なるほど。ん?これやばいか?大丈夫か?なんとかなったか。あれ?あー、これさ、やっべ、逃げるしかねえか。いやー捕まった。まあでも場所は合ってるわ。場所はこっちか。いやー今ギリギリか、ギリギリだったー。よかったー。あー、なんか知らないとこ来た。で、これ上でしょう。で、ここは、いけねえか。あー、またなんか反応してるな。
あ、でも抜けた。EMMI ゾーン抜けました。ただ、左側、抜ける、なんじゃい。殴る、回復、倒す、そこ破壊する、倒す。これ右側熱いからいけないわ。でこれ下でしょ、でそこで上、 OK。 そうすると OK、 しっかり回復も入れる。あいつなかなか HP あるんだよな。OK、 倒す。さらに上に行けます。はい、来た。ここでセーブ。そしてイベントじゃない？EMMI はプログラムの変更により機能変更強化が可能。携帯を変形させ狭い通路にも侵入できるタイプが、惑星外多形態軌道調査機、通称 EMMI のスタンダードモデル4。今後遭遇するそれぞれの EMMI はカタログスペックをフルに駆使し、確実に君を追い詰めるだろう。だが特殊な素材でできている EMMI を破壊する術を君は持ち合わせていない。本来のアビリティ全て取り戻したとしてもこの事実は変わらない。そうなんだ。圧倒的な力の前では君とて無力な存在に過ぎないことを自覚せよ。それぞれの EMMI の特性を正確に見極め、ファントムクロークを駆使して前進。運動能力の低下にとどまらず、移動、射撃などの際に著しく栄養を消費してしまう。リスキーな能力だが生存のために躊躇なく活用し、先を目指せ。すでに本来のミッションを、番脱した行動になっているがやむを得ない。あの特殊なエネルギーを得た場合は躊躇なく EMMI を破壊せよ。君にとってリスキーな存在は許すべきではない。なるほど。まあでもアドバイスくれただけか。先に進みます。なになになにこいつ。なになに。ちょ待って。倒せねえかあいつ。無理っぽいから先に進もう。で、透明化を駆使して、いかん。来るな。ここでいいんじゃない？よし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 。いやー、捕まるんかい。捕まるんかい。さっきの場所で捕まるんだったら、とにかく逃げて、ここでどう？ここなら大丈夫じゃない？ここなら。あ、でも HP 使いまくってる。危なかった。HP 使いすぎたわ。で、しかもすぐバレるじゃん。俺やべえなぁ。よーし、一回これで逃げようか。逃げて逃げて逃げて。これ回復できない？あー、まあ逃げ切るだけ。あー、まあ一応ここでセーブできる。よかった。ただ HP が少ない。なんかもらえんか？
なんかもらえるか。あ、来たね、これ。3体目、お？あ、エリアマップがダウンロード。あ、以上ですか。エリアマップダウンロードか。なるほど。あー、こんだけの広さがありますよと。広いね。HP が少ないのは変わりないと。OK、回復したけど、またそっち EMMI か。ちょっと待って。あー、でもこっちどうせ行けねえな。行くしかねえか。中上でしょ？はい。で、また認識された。右側から行きます。あ、抜けたね。EMMI ゾーン抜けました。で、ここまた移動ゾーンだ。そこなんじゃないか、目指すのは。危ない。よし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 。で、ちょっと回復させてくれ。よし、しっかり回復もゲットして、オッケー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 。で、このファイヤーゾーンを越えて、ん？あ、ここしゃがめばいいか。オッケー。あー、で、これを回すと。そうすると多分、そうだね、そこが動くようになるね。すると、ああ、ここが熱いゾーンじゃなくなった。ということは炎も出なくなってる。その中エネルギーみたいに取りたいね。これ戻って右か？いや、一旦戻るか。ここの炎が吹き出さなくなったのはでかいけど、かといってここが行けるわけではないから、一旦このエリアに入って、これなんだ、関係ないか。いやー、早い。まあでも、もう逃げ切ればいいだけだから。で、ここが進めるようになってる。はい、上に進む。いやー、それはねー、いきなり倒せって言われてもなかなか至難の技だね。で、また EMMI ゾーンだけど、これは、ここに入れば、いいだけか？でもなんか、そう、さっきのここに行けねえんだよな。それとこの上に行きたいから、これがね、わからないよね。通行可能。この辺がよくわからんな。あとこっちも行けねえし。まあ、一回そこでセーブしようか。でもどうしてもこの光ってるゾーン、ここがなんか怪しいと思っちゃうんだけど。この光ってるゾーン。サーマルトラップドア開放中。いや、でもここは別に。次どこ行けばいいんだ、これ。来るか。
じゃあどうしようかね。なんか順々に来るとこっちが正解だとは思うんだけど、ただこっちって一回来てるはずだから、あ、ここだ、今んとこや。わかったわかった、そうだそうだ、ここなんか怪しかったもんね。よし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 、でチャージビームで進める、オッケー。あー、でここに来れるんだ、なるほど。よし、で左側進めますと。この直線はどう考えてもあの EMMI 倒すところじゃない？違うか？しっかり倒して、で壁ジャン使っていって、ちょっと待って、うぜえなあいつ。よし、多分チャージで倒した方がいいかな。違うか、ミサイルか、ミサイル一発か。まあいいや。あれ、あー、でここしゃがんで、あー、やっとエネルギーパーツ入手。4つ集めるとエネルギーの最大値が増える、なるほど。あー、まあこれはだから別にエネルギーパーツが増えるだけだよってことか。そうすると、これ下に来る、ん、そんだけか。今んとこが降りたことでこの上が行けるようになるね。あー、行けるようになるわ。だからこっちから下に降りて、右側から、痛い、回復させてもらって、この左側のとこに行けると。エネルギータンク入手、最大値が100アップ、お、ナイス。いやー、でもこいつはちょっと倒せないんじゃない、まだ。痛い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 、めっちゃ食らうんだけど。よし、でここビームゲートもある、これ回復か、回復だね、オッケー。さあ、そうするとこっちは何もなさそうで、こいつは一貫、あいつマジでなかなか厄介だね。さあ、これでまたなんか変わるね、供給先変更じゃない？そうだよね、これで。あー、単純にそこがいけるようになる。あ、で上に来たわ。ん？俺はチャージ、いやー関係ないか。まあ上に行きます、しっかり倒して HP も回復して。ああ、ここいけるね。ただここは左側からしか通れない感じか。で上、まあさらに上か。そうすると痛い。なんかあいつの倒し方もわからん、すぐ突っ込んでくるやつね。ああ全然気づかなかった。ここの下に行けるのはいいんだけど、そろそろあれじゃない？あ、紫ゾーン来ちゃった。あれ、早くも移動ですか。あらら、なるほど。ダイロンに向かいましょうか。はい。ということで今回はここまでかな。また次回です。
ちょっとこれだけ見ていこうか。まあといってもこれは多分ロードだと思うんだよね。ロード時間を待ってる間、このサムスが見れますよと。まあだんだんね、パーツが増えていって自分の能力も上がっていくとは思うんだけど、ちょ、これセーブできるところまで行こうか。ダイロン、だいぶ遠いね、なんか視点が。おーおーおー、ちょっと待って、セーブゾーンまでが長くないか。痛い、 HP が多いな敵の。これはこの青いなんか蝶々みたいなのもよくわからんよね。なんかあるぞあれ。ここは破壊できないか。ミサイル、あ、いける。ミサイルやってチャージか。いやー倒せねえか。ん？ミサイルやる。ミサイルやるのはいいんだけど、どうもなんか倒せないね。一旦これ下で。いやーこいつなんや、わからんわからん。あれ、またここ進めねえな。となるとこの右側は、いやーなんもねえな。あれ、じゃあこっちまだ早いか。あ、ここの下がいける。いやーこの隠し要素が全然わからん。痛い。そしていいか、あぶねー。あーで左側、あーよしよしよし、セーブできた。ということでちょっとここまでにします。はい、セーブ、また次回です。お疲れ様でした。